福岡の変は、1877年3月27日に発生した福岡藩士族による、士族反乱。反政府暴動。同年西南戦争を起こした鹿児島士族に抗応し、決起したが鎮圧された。福岡の乱とも。福岡藩士族の中にも、九州の多藩同様反政府の動きがあったが、1874年の佐賀の乱。 1876年の上風連の乱、秋月の乱、萩の乱のいずれにも同調せず、あくまでも、西郷隆盛の決起を待ち続けた。そして、1877年3月27日、西郷軍の熊本城方位を知った、元福岡藩士の武部小四郎、落ち彦四郎、加藤健武氏ら福岡党は、新朝論を唱える山中流木の説得を振り切り、 実際には、総勢約850人の氏族が参加するはずであったが、西南戦争での薩摩軍の敗走を知った者たちがためらったことと、この反乱を事前に察知していた警察によって、すでに50数名を逮捕していたが、反乱を抑えることはできず、500名弱の氏族によって決起した。三月十九日、野間の穴観音にて、密かに放棄の暴略を交わし、 熊本情報以後の28日午前1時西陣町の紅葉八幡宮に集合。午前4時、落ち隊は福岡城に置かれた陣外兵を部部隊は福岡県庁や警察を、久光忍太郎は七熊の第14大隊遁�村上彦十は西陣町役場の金庫及び同志の多数交流された藤崎の監獄をそれぞれ目指し出発した。 当時、福岡城には、不評第14連隊の第3大隊が分権しており、西南戦争勃発後も、第2、第4中隊以外は残存していた。しかし、大隊長吉松則の序将佐の選手をはじめとした、戦局の悪化に伴い、それら交尾部隊も追求され、最終的に城内にはわずか1小隊を残すのみとなっていた。部隊は、警官隊、市長隊、 海軍軍学隊をも動員し、襲撃に持ちこたえた。俗軍は、村上らの隊によって解放した受刑者80名を、隊列に加えたが、攻勢に転じた官軍に圧倒され、第9山まで撤退。さらに不評第7連隊、第2大隊の交尾兵一歩中隊も加わり、午後1時までには、第9山はほぼ占領された。 敗山兵は天城まで逃れたが、4月1日にはさらに、撃破された数が戦死。西郷軍に一部が合流したが、大半の者が捕らえられた。5月、福岡にて、臨時裁判が開かれ、首謀者である、オチ、カトーラは5月2日、タケベは5月4日に処刑された。その他、鹿児島城山で戦死した者や、萩の乱権儀で告死した者を含め、102名が命を、 落としている。なお、首謀者のうち武部小四郎は、福岡藩による、勤能肌ガッ事件、おっ中の獄で切腹した、武部武彦の遺持加藤剣武もその時同じく切腹した、元福岡藩が老加藤秘書の遺持であった。ありがとうございます。